今日使うのがこのアルミホイル、まさかのこれを使っていきます。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、皆さん結構ねコメントもいただくんですけど、このアホ毛の直し方についてね、またご紹介させてもらおうと思います。例えばね、こういうスティックテープのね、スタイリング剤で押さえる方法だったりとか、あとはね、ブローだったりとか、ドライヤーでね、こうアホ毛を押さえる方法だったりとかを、今までにね、ちょっと紹介させてもらったんですけど、ちょっとね、今日はちょっと面白いアホ毛の直し方を紹介していきたいと思いますので、よかったら参考になさってください。それでは動画をどうぞ。で、今日使うのが、このアルミホイル。まさかのこれを使っていきます。で、これと、まあ、お使いのね、スプレー、何でも大丈夫です、ヘアスプレーであれば。で、ヘアスプレーをこのアルミホイルのこの真ん中あたりですね、にちょっとつけていきます。若干ちょっとこう潤ってるというか、スプレーがついた感が出れば OK ですので、あんまりつけすぎには注意してください。で、このアホ毛が出ているところを、このアルミホイルにこうスプレーついたところで上から押さえてあげる。こうするとね、なんか自然にスプレーが結構つくので、こうやって押さえてあげて、このまま収まるじゃないですか。で、この収まったところにちょっとね、軽くスプレーがついてるっていう状態になるので、で、少しだけこう櫛で溶かしてあげる。これだけでむちゃくちゃ綺麗になります。わかりますかね。このスプレーをそのままダイレクトにつけると、なんかダマになってしまうじゃないですか。でもアルミホイルだったりとかにつけることによってね、結構自然に全体的にまんべんなくついて、で最後に櫛で溶かしてあげる。これだけでもかなりね、印象も変わってくれるかなと思います。はい、ということでね、今日はね、アホ毛の直し方についてまたちょっと紹介させてもらいました。で、今日はね、この使ったアルミホイル、あとハードスプレー、まあヘアスプレーなんでもいいんですけど、まあそれを、つけて、頭にダイレクトに押さえていくっていう方法になります。でね、いろいろね、やり方あるじゃないですか。あの、冒頭にもお伝えしたように、スティックタイプでこう押さえたりとか、ブローで押さえたりとか、櫛でちょっと溶かしながらやってみたりとか、いろいろ方法あるんですけど、それ人それぞれで、あの、自分に合う合わないってあると思いますので、まあいろんな方法、あの、動画でね、今までで流させていただいて、で今回のアルミホイルの方法だったりとか、あの、ご自身でね、いろんな方法を試してもらって、あの、自分に合う、ものを、やっていただければなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、この動画がよかったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。